日之助友は、鎌倉時代後期の苦行、受学者、茶人。藤原北家真夏流日野屋、県大納言、日野利光の次男。官位は、十三味、県中納言、増十二位。中流貴族の次男に生まれ、自身の才学で、上級貴族である苦行にまで登った。昭和三年中五位下に除赦し、寿命院頭の花園天皇の蔵人となる。 総額を好み、宮廷随一の献祭と謳われた。文法2年の後代醐天皇即位後も、院子として引き続き花園院に仕えていたが、現行元年に後醍代院に代わり、申請を始めた後代醐天皇に徴用されて側近に加えられた。このことで、父、利光が助友を非難して偽絶したという。花園は、 スケトモの離脱を惜しみつつも、能力のある人物には適切なカニを与える五大悟、天皇の政策のもとなら、それほど身分の良いとは言えないスケトモでも、羽ばたけるだろうか、と五大悟とスケトモに、一定の期待をかけている。現行四年九月十九日、鎌倉幕府の朝廷監視機関である、六原丹大に倒幕計画を疑われ、同族の日の都市らと共に捕獲されて、 鎌倉へ送られた。審理の結果、有罪とも言えないが無罪とも言えないとして、佐渡がしまえる罪となった。元行元年に、天皇老臣の吉田貞房の密告で、倒幕計画が露見した、元行の乱が起こると、翌元行2年、小京元年に、佐渡で処刑された。マスカガミ、久メの皿山によれば、処刑にあたり、 助友は落ち着き払って前々から覚悟していたことだと、述べ、都にいる、子供たちへの手紙を武士に託すと、以下のような自生の章を読んだという。四大本無主五運本来空章、統計白人ただし女三夏風、日の助友増鏡マスカガミ、久米の皿山この世界に本より、実体はなく人の肉体と、精神もまたその本質は空である今、まさに、 我が首は白人を揺らそうとしている。しかしそれもまた、夏の風を切るようなものだ。日の助とも、マスカガミ、クメノサラ神社に、佐渡市吉岡鎮座の大善神社、佐渡島の鎮座の,の間の宮、奈良県吉野町鎮座の吉野神宮がある。なお、兄、氏名は、京都を追われた、黄金天皇を最後まで守護した、中心、弟、賢春は、 黄金上皇の院前を、足利高氏に届けるなど寿命隠蔵のために尽くした、ことで知られ、兄弟で敵味方で分かれている。助友が、五代醐天皇に登用される話は、吉田健康の、連れ連れ草に記されている。また、太平記には、助友のこの熊若丸が敵討ちを遂げる逸話もある。身分の上下を超えて、祭人を集め、 ブレイコーという茶会を主催した11月1日以上。これは、茶道の前身である当茶や、俳句、徘徊の前身である、レンガ会の源流ともされ、文化史上で大きな役割を果たした。なお、軍旗物語、太平記では、このブレイコーが、倒幕計画の会であったり、美女をはべらす主演であったりと否定的に描かれているが、それを肯定する、同時代の資料。 実証的証拠はない。つれずれ草の中にあるスケトモの逸話は、先入観に惑わされず、大胆大きなその気象を伝えている。最大寺の生前商人、腰かがまり、眉白く、誠に、徳武た,たるありさまにて、代理へ参られたりけるを、西恩寺内大神殿、あなたふとの景色にやとて、信仰の景色ありければ、スケトモ今日これを見て、念のよりたるに、 こうと申されけり。後日に、報くいぬの浅ましくおいさらぼひて、毛はげたるをひかせて、この景色尊く見えて、こうとて、ナイフへまいらせられたりけるとぞ。ためかね大なご入道めしとられて、武士どもうちかこいみて、六腹はえりつて行きければ、助とも今日一条渡たりにてこれを見て、あなうらやまし。世にあらん思いで、かくこそあらまほしけれとぞ言われける。この人。 当時の門に甘い宿りせられたり蹴るに、方は物どもの集まりいってあるが、手も足もねじゆがみ、打ち帰りて、いずくもふぐに、いようなるを見て、とりどりにた、愚皮なきくせ者なり、持つとも愛するに垂れりうと思いて、守りたまえけるほどに、やがてその気をつきて、醜く、いぶせく覚えければ、ただ素直にンしからぬものにはしかずと思いて、帰りてあと、この間、植木を好みて、 異様に直接あるを求めて、目を喜ばしめつるは、かの片葉を愛するなりケリーと、今日なく、覚えければ、蜂に植えられける、木ども、皆掘り捨てられにケリー。さもありぬべきことなり。日付イコール旧歴、太平記では、成虫の変では、事実、倒幕計画を企んでおり、その首謀者の一人だったと描かれている。しかし、2007年以降、 太平記の内容への疑問も提起されている。ありがとうございます。